明させていただきます。それでは定刻になりましたので第2回プラント安全技術検討会を開催いたします。本日はお忙しい中検討会にご出席いただきありがとうございます。本検討会は前回と同様技術基盤課企画調整官の向井が進行させていただきます。前回の検討会では中間評価をいただいたところですが、今回は平成26年度に終了しましたプロジェクト1件の事後評価をお願いいたします。で、それでは事務局より事務的なご連絡と資料の確認をさせていただきます。まずお手元に座席表とともに議事次第名簿本日の資料をご用意させていただいています。で、議事次第をめくっていただき名簿をご覧ください。で、プラント安全技術検討会の委員はこちらにお示しします3名の委員で構成しています。本日は京都大学のくぬぎ委員、茨城大学の田中委員、秋田県立大学の鶴田委員3名にご出席いただいております。それでは資料の確認を続けさせていただきます。資料1として評価の対象となる安全研究プロジェクトの成果をまとめた調査表をご用意してございます。次に参考資料として本日のスライドのコピーを用意しております。で、さらに A3 サイズのコメントシートをご用意させていただいております。このコメントシートに後ほどご説明する安全研究プロジェクトの成果に対する技術的コメントを記載いただきたいと思います。このシートの電子媒体は追って事務局から送付させていただきますので1週間程度を目安に事務局までメール等にてご返信をいただければと存じます。過不足等がありましたら事務局の方へお知らせ願います。よろしいでしょうか。それでは安全研究プロジェクトの成果の説明に移らさせていただきます。まず原子炉水質管理技術高度化対策事業について、原子力規制庁長官官房技術基盤グループ安全技術管理官システム担当付きの坂本主任技術研究調査官から説明をお願いいたします。坂本でございます。から原子力水質管理技術高度化対策事業の研究成果について、ご説明をいたします。最初に研究の目的でございますけれども、この研究は原子炉の高経年化への対応としまして、 BWR で言いますと炉水への水素の注入ですね、から PWR の場合ですとあらかじめ水素が注入されてますので、その水素注入濃度の調整、というようなことが実際に検討されてきているということを踏まえまして、炉水の放射線分解による水質の変化とそれに伴うECP ってこれから言いますけれども、電気化学的腐食電位、金属が腐食するときに示す電位ですね、これの変化を評価する手法を構築するということを目的として進めてまいりました。で、この研究は平成24年度から26年度までで3年間で実施をしてまいりました。で、24年度、25年度はですね、計画の検討とそれから試験の準備の期間としまして、平成25年、26年にかけて、ECP 解析コードの作成を行っています。で、これと並行しまして、26年度からは、ECP 解析コードで出てきた ECP の解析値、計算値がですね、実際に測定した値と合うかどうかということを確認していくための確認試験を実施しています。それともう一つ4の項目になりますけども、これと合わせて、主に原子炉周りの放射線の線量率の低減のために微量な亜鉛を注入するという技術が何年か前から徐々に強化されてきておりますけども、これもやはり水質の変化ですので、これが ECP にどういう影響を与えるかということと、それから PWR ですと、
ニッケル基合金の応力試食はですね、PWSCC と言われてますけども、それに対してどんな影響があるかということを若干検討を加えておりまして、それについても、報告したいと思います。最初に計画の検討とか準備のところですけれども、最初研究の開始にあたり、それまでのですね、PWR と BWR における水化学とか水化学管理の状況について、ざっとおさらいをしまして、その現状を確認をするということをやっております。で、その結果、本当にキーになる部分だけですけれども、ご紹介いたしますと、PWR の場合、通常、炉水の水素濃度は保安規定に書かれておりまして、15から 50cc の間で、50パーキログラムですね、水1キログラムあたり15から 50cc を注入するというふうに定められております。通常運転中はですね、ここに書いてありますように、25から35って書いてありますけど、大体 30cc 前後っていうで、運用されているようであります。でこの結果としてですね、溶存酸素は非常に少なくなっています。基準値では 5ppb 化っていうふうにされてますけども、もっとそれより実際は低いんじゃないかというふうに思っています。それとこれと関連いたしまして、ニッケル基合金の応力試食はですね、PWSCC の亀裂進展速度というのは、溶存水素濃度に対してピークを持ってしまうということが少し前から報告されるようになってきておりまして、これに起因しまして、水素注入濃度をですね、もっと下げた方がいい、あるいはもっと上げた方がいいっていうですね、そういう検討が、なされています。こういったことが PWR に関連する背景ということに言えると思います。BWR はですね、もともとは水素注入しておりませんでしたけれども、かなり古く1979年にですね、スウェーデンで初めて水素注入の、実験が行われました。実炉を使った実験ですね。です給水から水素を注入することによって原子炉とか、原子炉再循環系の溶存酸素を効果的に低減することができるということが分かりまして、翌1980年にはもう米国で実施され、その後日本でも導入されている技術であります。で、それによる効果としてステンレス鋼能力所から抑えられるとかっていう、大きなメリットがありまして、でその後炉内構造物についても有効だろうというようなことも言われております。ただですね、水素注入をしますとですね、主蒸気系の線量率が上がるっていう副作用がありまして、で応力消化量の抑制ということと線量率の低減の間でですね、注入量を個別のプラントでこう調整していかなきゃいけないっていう、そういった事情があります。するとあと研究の準備段階としまして、これ調査になるんですけれども、BWR を BWR におけますラジオリシス解析に用いるとき の必要な情報として、ガンマ線とか中性子線、あるいはアルファ線に対する各分解生成物の G 値ですね、それから反応速度乗数とか、活性化エネルギーのものを、文献等を通して、調査いたしまして、どんな値が使われているかということを、整理したというようなことをやっております。次に試験計画の立案ということで、ここに実際の照射場を模擬したところでですね、どういう腐食電になるかということを実際に測定するということと、それを解析をするということを検証することによって、そういった技術を確立を図ろうということがもともとの目的でして。この研究は当初はですね、平成28年までの5年で計画されて、先ほど3年間になってましたけども、当初は5年で計画されていました。でその5年の内容はですね、今申し上げましたように、実際の照射場で研究炉を使いまして、実際の照射場に試験片とそれから腐食電位を測定する ECP を測定するセンサーを挿入しましてですね、その中で実際に測定しようということが計画の中に入っておりました。でそのためにはですね、試験炉の照射場である程度の時間、長時間作動をうまく精度よく測定できる ECB センサーの検討も含めて、
やっておりまして、そういったことを全体含めて商社場で の腐食電位を測定する技術を確立していこうという、まあ、そういう計画でスタートしたんですね。ですね、平成26年度開始にあたりましてですね、まあ、ちょうど研究始めて3年目にもなりますので、周囲の状況とかですね、それからまあ研究の優先順位とかも含めて内容と見直しをしました。で、26年当初始まった時点ではですね、まだJMTR、 日本の JMTR がですね、まあ、いつ頃再稼働できるかという見通しが、まあ、その時点でちょっと得られていなかったということですから、実際にこの研究準備進めていてもですね、いつ実際の商社場で試験ができるかどうかという見通しが立ってなかったんですね。それともう一つは福島の実行以来ですね、電気事業者とかあるいはメーカーがですね、炉内ので実際に ECP を測定してですね、でその結果をもって保全に反映していこうという動きがですね、ちょっと見えなくなってきていましてですね、実際に注入をやってるんですけども、その結果がこうなんだということを、まあ、実証的に証明をしてですね、でその結果をもって保全の期間を延ばしたりとかですね、まあ、そういった動きが以前はあってんですけども、ちょっと最近そういう動き見にくくなってきて、今後ちょっと急速にそういう技術が進むというちょっと見通しでもなくなったということがありまして、少し優先順位が下がってきたのかなということもありましてですね、で計画を見直して3年間に短縮しましてですね、で実際の商社場である測定試験はちょっと中止にしましてですね、でその代わり今まで、ここにありますハルデンドのノルウェーにありますハルデン の研究炉では、以前にやはり同じようなことをこう実績やった実績がありますので、そのデータをもう一度整理をしてですね、解析に使えるパラメーターを読み取ったり、あるいは改めて整備していただいてですね、でそのデータを使って、解析と比較するという方向に変えました。でそういう計画の変更を26年度当初を行いました。で研究の内容の報告に入ります。最初は ECP 解析コードの作成ということです。で私どもは今申し上げている ECP 解析コードといいますのは、右側にありますように、一つは放射線分解によるラジオリシス解析モジュールというのと、それから、ECP 解析モジュールという、まあ、2つのモジュールからこう成り立っています。まずは放射線板のですね、放射線量とか、それからまあ当然初期の水質ですね、あるいは温度とか流速とか流動条件を入力条件にしまして、主要な酸化還元性を支配する主要なパラメータであります酸素濃度と水素濃度、それから過酸化水素濃度を出力するという、まあ、そういうモジュールです。ECP 解析モジュールっていうのは、こう出力されました酸素と水素、過酸化水素の値と、それから、流動条件ですね、温度とか流色などを使いまして、腐食電位を計算するっていう、そういうモジュールになっております。で、ラジオリス解析モジュールといいますか、ラジオリスを解析する手法っていうのは、すでに世の中に、まあ、当然ありまして、まあ、例えば当初実験で使おうとしました JMTR においては、まあ、妥当性が確認されております WRSC-JM っていう、まあ、こういった方法がありましてですね、で今回は、まあ、これをベースにいたしまして、少し改良を加えております。で1点目はですね、流路が、分岐した場合を考慮しまして、流路の合流とか分岐に対応できるように、まあ、改良しましたということです。それからPWR なんですけども、冷却剤中に包装が入っておりますので、まあ、包装に、中性子が当たりまして、これアルファ線が出ます。で、アルファ線のによる放射線分解の効果を導入をしています。それからもう一点、BWR の場合ですが、BWR では炉心の中で沸騰が起きますので、分解性生物が気中の方に、気体の方にこう抜けていくということが起きます。そこで、まあ、気液移行を、まあ、評価する気液移行プログラムというのを作成して、ラジオシス解析の中に、まあ、組み込めるような形にしたという点が、まあ、改良点であります。
で次が ECP 解析コードの方です。まあ、先ほど申し上げましたようにラジオ粒子解析で出てきた酸素水素過酸化水素ですね、それから、まあ、温度とか流速とかっていう条件を踏まえて、腐食電位がどのぐらいになるかっていうことを、まあ、計算をするわけですが、計算にあたってのモデルはですね、混成電位モデルっていうモデルを使っています。でこれはですね、この 図6のところに示してありますように金属の腐食反応が、まあメタルの M を取りまして、まあ、M が金属イオンと、まあ、電子、この電子を放出するっていう、まあ、酸化反応になります。とそれと、可塑度反応といいまして、まあ、それとは、反対にですね、この電子を消費する反応があります。今酸素の場合ですと、酸素とそれから水素イオン4つとですね、電子4つで、まあ、水に分子を作るという反応になります。同じようにですね、過酸化水素の還元反応でも、起きます。アノード反応はその他にですね、通常あまり寄与しないんですけども、水素の酸化反応も加味しています。でアノード反応としてはこの2つですね、可塑度反応としてはこの2つを考慮して、混成電位モデルを形成します。で ECP っていうのは、これ両方アノード反応、これ全アノードって書いてあります。これ両方の合計の電流値ですね。でこっちは可塑度反応の電流値です。横軸電流密度を取っておりますの で、まあ、腐食反応が定常的に進むっていうことは可塑度反応とアノード反応の電流値がちょうど等しくなる点で、ここでできた放出された電子が安定的に可塑度側で消費されるということで、まあ、腐食がこう続くという状況です。でその時の電位が、まあ、この交点を横軸に持ってきたところの電位がそうなるという、そういうようなモデルであります。 ですからこの電位モデルはどういうアノード分岐曲線になって、どういう可塑度分岐曲線を描くかでもってこの電位がまあ変わってくるわけです。でそこで、アノード分岐曲線の方はですね、こう2つありますけども、金属の酸化に伴う部分につきましては、過去実験で何例か測定された例がありまして、その測定されたアノード分岐曲線をモデル化して使っています。それから可塑度反応の2つの反応と、それから水素の酸化反応については、そこにちょっと式だけ書かせていただきましたけども、トランスフォルマーの式っていうのがありまして、でここに数値を入れていくことによって、この電位差がありますので、電位差は、基準の電位からの、電位差になりますね。この電位に対して電流がいくらになるかということが出ますので、こういう分岐曲線が、これを使って描くことができるということで、この式を使って、計算しております。でこの式の計算に使いますおのおのの乗数については、やはり文献値で、DD マクドナルドという人が報告をしておりまして、とりあえずこの値を使っておこうということで、で後で必要であれば見直そうということでスタートしたんですけど、最終的には見直さないで大体合うということが分かったんですけど、文献値を使って、この式を使って、可塑度分岐曲線を描いているというような実際のやり方になっています。で、そのモデルで、を使って ECP を解析した結果をが合うかどうかということを比較するために、実験的にまず測定をやりました。最初には、非放射線場で、ECP 測定をやりました。これはですから、ラジオ粒子解析が入らない ECP 解析モジュールが、大体合うかどうかということの検証、確認になるかというふうに思います。で実験は、この表にありますようにですね、BWR 模擬と PWR 模擬の環境を作ってます。ただ、BWR の場合ですと288度の8メガ、PWR 模擬ですと320度 C の10メガパスカルっていう温度圧力を選びまして、まずは純水で、この純水の中に酸素ないしは、または水素を添加するっていう、そういう環境を作ってます。それと、
実際の PWR に近い環境ということで、硼酸と水酸化リチウムを添加した環境でも測定を行うということです。で、右側の図が、その結果です。で、横軸に、酸素または水素の濃度ですね、縦軸に、測定された、測定 ECP を取っています。で、BWR 環境ですね、288.8MPa のところで測定したのは、このひし形のマーク3つになります。で、一番上の、ちょっと色を見分けづらいんですけども、BWR かっこ H2 って書いてあるのは水素を添加した場合ですね、この点に、このシリーズになります。ひし形で水素を添加した場合ですね。それから2番目が、酸素を添加した場合で、この上の方にこうずっといってるになります。で、酸素を添加せず水素だけ添加するとですね、添加に従ってやや電位は下がるんですけども、初めからもうマイナス500ミリボルトでそれ以下のところを推移しているということになります。それから酸素を添加すると、これは急速にですね、電位が上がりまして、マイナス50ミリから最高、200ミリボルト近くまで上がるというような強度を示しています。もう一点、この緑色のポイントはですね、水素と、酸素を両方も混在させたところでやってます。ちょっと横軸は縮んでましてですね、あまりこう差がわからないんですけれども、酸素を 10ppb にして、水素を 100ppb と 200ppb の2種類、実は、添加をしています。で、水素はここで見ても想像つくと思いますけれども、非照射までは水素を添加してもあまり腐食電位に影響、ECP に影響を与えませんで、主にこの酸素濃度で、ECP が決まっているというふうに見ても差し支えないかなというふうに思います。もう一個 PWR の方ですけれども、これは三角印のシリーズでして、ほとんどマイナス600ミリボルト以下のところをずっと変化して、やや注入量を増していくと下がっていくかなという傾向を示しているというようなことで、BWR と PWR の差はこれは、おそらく温度の影響であろうという、288度と320度の C の差で、温度が高い方が、やや電位は低めに出てくるということだと思います。で、それから、硼酸と水酸化リチウムを添加した、この点ですと、これはだいぶ750ミリボルトぐらいまで電位が下がっておりまして、これは、リチウム添加による pH 調整のせいだと思います。純粋ですと、多分 pH を 5.3 とかその前後だと思うんですけれども、これは多分7以上に上がってますので、pH の上昇が電位に反映されているんだろうというふうに思います。そういったことが分かってまして、これをですね、計算結果と比較をしてみます。で、横軸が今、ご説明しました実験値ですね。実験値、縦軸にECP 解析モジュールで、計算した計算値にいきます。で、そうしますと、大体1対1の線の前後、100ミリボルト違うかどうかというところにこう大体落ちてきています。1個だけ、BWR を模擬した288度での純粋に酸素を 20ppb 添加したところをですね、外れてまして、計算値はマイナス600ミリボルトぐらいを予測してたんですが、実際に測定をしますと、マイナス50ミリボルトぐらいのところに行きます。で、これはちょうどなんて言いますかね、溶存酸素に対してこう電位がこう変化していくところの、繊維領域にあたりまして、少し溶存酸素濃度が変わると、大幅に食電位が変わるっていう領域に当たりましてですね、それでこういう差が出たんだろうというふうに思います。一応その今作りました ECP 解析モジュールですと、そういったこの繊維領域で実測値よりもこう低めにかなり低く腐食電位を計算してしまうというそういう特徴といいますか、ある意味欠点といいますか。そういった特徴があるということは、注意しておかなければいけないなというふうに感じているところであります。続きまして、放射線場での、ECP 測定結果による妥当性の確認のについて、ご説明をいたします。
まずはですね、先ほど申し上げましたけど、ノルウェーの、ハルデン領における、過去に行われました放射線波での ECP データの、データをですね、収集整理をいたしまして、それで、同じ条件で、今度はラジオリシス解析モジュールも含めて、ECP 解析の計算を、やった結果と、比較をしたということでございます。で、これはハルデン炉での試験ループの概略の図でして、で、ここに炉心の中にこう照射リグが入っていまして、ここの中にですね、試験片と、それから参照電極を入れて、腐食電位を測定をしていました。で、この図はですね、ちょうどこの照射リグでに冷却水が一旦入ってこう下へ降りてきて、それからまた上昇するんですけども、こう上昇する分の、計算結果です。これは水素とですね、過酸化水素とそれから酸素になります。ラジオリシス解析をやった結果が、こういうふうに出ています。で、ちょうど炉心中心になっている一番線量率の高いところで、やっぱり過酸化水素が急激に増えていて、炉心を出たところで過酸化水素は分解してどんどんこう減っていって、その分酸素がこう少し増えていくというような挙動を示している。これは BWR 条件で試験をやった時の一例です。でこれ線が引いてありますのでですね、ここにこのレベルのところに試験片を入れて、腐食電位を測定した位置はこの位置に当たりますということで、それでマークを入れてあります。こういったことをですね、BWR の条件のほかに、PWR の条件でも行いまして、測定値とそれから計算値を比較をしました。その結果、これになります。これが1対1の線、失礼しました、横軸は先ほどと同じ実験値で、縦軸に計算値を取っています。で、いずれも計算値と測定値大体、合っていると言っていいかなというふうに思います。やや計算値の方が高めに、予測しているのが多いというような、状況ですけれども、先ほどのようにですね、大幅にこう変わってしまうというようなデータは、見られておりません。以上が計算とそれから、実際に ECP を測定した結果の比較の結果でございます。で続きましてですね、ちょっと違った観点で、ECP の予測がどんなものかなということを確認しました結果をご説明いたします。何をやったかと言いますと、昏睡中でですね、試験片をある程度長い時間、浸積をいたしまして、で表面に出てきた酸化皮膜を分析をしましてですね、その酸化皮膜が熱理学的な安定領域で、できるというふうに考えますとですね、それが計算した ECP ですね、腐食電位と対応するかどうかということを確認したということです。で試験片は先ほどのハルデン炉でやはり、照射をされました、昏睡中で照射された316L の試験片を使っておりまして、中性子色とか、あるんですけど、浸積時間も2000時間ぐらい、あるいはもうちょっと短いのだと800時間ぐらいですね、500時間とか800時間というのもありますけれども、4種類を使いまして、でそれぞれについてですね、ホットセルの中で、レーザーラマン分光法によって、ごく表面のですね、酸化物の形態を分析をしました。でその結果ですね、ニッケルフェライトが検出されまして、ほとんどこれというような結果だったんですけれども、でじゃあニッケルフェライトが安定なのはどこかっていうのは、この、転移 pH 線図上にこう熱理学的な安定領域をこう図示した絵なんですけれども、ここがニッケルフェライトの安定領域でして、で、この時の、昏睡の条件で ECP を計算すると、200mV、プラス 200mV ぐらいということなので、この辺りの位置になります。ちょうどこの領域の真ん中ぐらいっていう、ことになりまして、酸化皮膜の出来方と、計算結果が矛盾しないといいますか、妥当な線かなというような
結論にを得ております。すると最後の項目になりまして、食環境パラメータと ECP と経年劣化事象に関する、まあ、文献調査等というふうになってまして、この中には、ちょっと実験的な検討も含まれておりまして、特に実験の結果についてちょっと ご報告をさせていただきます。BWR の場合も PWR の場合でもですね、微量な亜鉛大体、まあ、5ppb から多くて 10ppb ぐらいの亜鉛を注入することによって、まあ、配管とか機器の表面に付着するコバルト60の、付着を抑制するということができましてですね、で表面の線量率を下げることができるということが、分かってきてまして、で PWR の場合も、亜鉛の注入を、まあ、実施し始めたというようなところかと思います。でこの微量な亜鉛の注入が、腐食電にどういう影響を与えるかということをまずは調査をしてみました。で、まあ、実験条件は、まあ、通常の320度で、まあ、硫酸と水酸クアリチウムをそれぞれ放送で 1800ppm、リチウムで 3.5ppm を添加したというようなことです。で水素も通常通り、まあ、30cc、1kg 当たり 30cc を添加したということです。で亜鉛は、注入しない場合とですね、まあ、一番多いことを想定して 10ppb ぐらいを入れています。で材料は600合金と、まあ、サ316と両方を使っています。で測定結果はここに、表しておりますけど、まあ、腐食電位にはほとんど亜鉛なしでもありの場合でもですね、まあ、ほとんど、まあ、腐食電位影響はないということが分かっています。それともう一件は600合金のSCC ですね、応力塩枯れの進展速度にじゃあ影響はないかということで、調べてみました。実験をやってみました。で実験はですね、600合金の 10% 冷感加工剤を使いまして、CT 試験片、コンパクトテンション試験片を使いまして、亀裂進展試験を実施しています。試験温度はですね、若干、温度加速をしまして360度 C でやっています。でその他は同じ水素濃度とか、まあ、放酸水酸化リチウム量は、先ほどと同じです。で亜鉛注入は実験ですね、若干ばらつくんですけど、まあ、5から 10ppb を連続的に注入した場合と、まあ、注入してない場合を、まあ、比較をしました。まあ、結果が、まあ、この図で、まあ、横軸は亀裂先端の応力拡大係数を取ってまして、で縦軸に進展速度を取っています。で亜鉛注入なしが、まあ、大体 1×10 のマイナス9乗ぐらいの9乗メーターパーセックぐらいの進展速度なのに対して、亜鉛ありの時は、8×10 のマイナス8乗をちょっと下回っている 7×10 のマイナス8乗ぐらいのところの進展速度にという、まあ、測定結果が得られました。2つこう違ったところに点があるのは、ある程度こう進展時間を長くを取りまして、亀裂が進展しておりますので、進展すると応力拡大係数大きくなっちゃいますので、ちょっとデータ2点あるように見えますけども、実際は人も1つの試験編で2つデータ取れてます。ということで亜鉛入れた方がですね、なんか進展速度が下がるような感じも受けますけども、まあ、我々としては安全規制する立場ってしますとですね、まあ、そう結論するにはもう少しちゃんとデータを取らなきゃいけなくて、まあ、亜鉛がですね、極端に進展速度を速めるっていうような現象はどうもなさそうだっていうような、ところが今回の結論だというふうに考えております。で、以上の研究をまとめます。1番目は、放射線場での腐食環境を評価する手法として ECP に着目し、 ECP 解析コードを作成をしました。で非放射線場及び放射線場での ECP 測定結果並びに、放射線場で形成された酸化皮膜の分析結果から、まあ、ECP 解析コードの、まあ、妥当性を確認をしました。まあ、そういったことからですね、放射線量とか流動条件あるいは水質等に入力して ECP を指標としての水の放射線分解による水質変化の定量的な把握と、それに伴う腐食電位の変化を評価する手法を構築したということでございます。で、
まあ、こういったそのラジオリシス解析とかですね、それから ECP を解析する技術というのは世の中に今までなかったかというとそんなことはありませんで、特に原子炉メーカーとかはかなり以前からこういう技術に取り組んでおります。ただ、実際の原子炉 の構造とかですね、それから部分部分の占領率とかですね、あれ水質をどういうふうに調整しているかということの、まあ、詳細なことについてはまあほとんど公開されておりませんで、で我々がそういうことを理解しようとするとですね、やはりなんでこういう手法を自分たちでやっぱり手にしてですね、自分たちでこう動かしてみて、予測するっていうことが一番理解を深めるためになるだろうというふうに考えてまして、そういった意味で今後はそういった形でですね、評価するツールとしてですね、活用していきたいというふうに考えております。私どもの説明は以上でございます。ご質問ご意見ございますでしょうか。いくつかわからないことがあるんですけども、全体的にはよくやられていて、実験地とも、予測が、いいということなんで、成果は、あったんではないかと思いますけども、ちょっと教えていただきたいんですけど、その亜鉛イオンを入れるというのは経験的なことで入れるということになっているんでしょうか。亜鉛のイオンを入れるという環境パラメータを変えていますよね。で、亜鉛を入れた理由っていうのは、そのこの結果ではほとんどあまり効果ないようですけども、はい、あれ入れた理由っていうのは、亜鉛はですね、被爆低減、被爆低減なんですね。ニッケルとかですね、ステンレスの中に含まれている微量なコバルトが露水に溶解して燃料に付着をしてですね、でそこで放射化をします。でそれが露水に乗って、配管系に流れていきまして、配管の表面に付着をして、そこで放射能を出したんですね。でそれが従業員の被爆に非常に影響があるんですけれども、微量な亜鉛を注入しますとですね、配管に付着するところに先に亜鉛の酸化物が入っちゃってですね、それで後から来たそのコバルト58とかコバルト60はそこに付着するのを防ぐっていう役割を果たすらしいんです。でそれで亜鉛を注入する、これやはり最初は米国でですね、多分経験則から始まったようなんですけどね、どうも被爆の低いプラントがあると、で何が違うんだろうということを調べていくと、露水中の亜鉛がどうも多いということが分かりまして、ということはだからこの結果ではその亜鉛は悪さはしないと、だからそういう意味では被爆線量低減化のためには入れても構わないという、逆におっしゃる通りです。そういう我々は常に副作用のちょっと心配するものですから、はい、わかりました。それからですね、5ページの BWR の当時 の、モデリングなんですけど、これはどういう、今回説明がなかったんですけど、沸騰時の放射、分子状放射線分解生成物の気液移行を考慮するというのはどういうモデルなんですか。気液移行モデルです。そこの下のところですね。気液移行モデルですね。これはお答えします。安全技術管理官システム安全担当の堀内でございます。ご質問と趣旨としましては、気液移行プログラムにつきまして、どのようなもの。そうです、沸騰を表現したのは相関式かなんかで、はい、多分地層に液層から気層に変わったと。そうですね、はい、でその時の物質移行効果ですよね。それは どういうモデルの、普通の相変化だと例えば液体が気体に変わるっていうのは、クラジウス・クラペイロンの関係から出てくるんですけど、これだとそのどういうモデルで気液物質移行をモデル化されてるんですか。はい、お答えします。今開いております補足資料のところのですね、
ところに譲る部分ですけれども、あの気体生成物の気液合流計算につきましてはですね、イベさんらがですね、論文として公表している、内容となっております。でその液相濃度と気相濃度の決め方なんですけれども、で液相濃度はですね、この上の式のですね、DCLDT イコールっていう式に基づいております。でこれは何を等しいとしているかといいます と、液相濃度、まあ、左の項はですね、液相の濃度変化が気相との間との増減量、まあ、すなわちですね、右辺の、CL と CG の、内容ございますけれども、その CL がですね液相の濃度になっておりまして、液相の濃度×、ガス放出係数ということで、液相からガスに放出していく量というものを、まあ、規定しております。でそのもう1個の方ですね、CG とイプシロン、アスタリスクがついている方はですね、気相から、液相の方にですねこう流入してくる項、この2つの項を組み合わせまして、ボイド率を考慮して、液相濃度を出しているというのが第1式でございます。はいはい、これはあるんですけど、第2式ですか。はい、いやこの時に、はい、その気相の断面積っていうのが、例えばボイドの数と、要するにボイド径で違ってきますよね。ボイド径が小さければ気相面積は大きくなりますし、ボイド径がでかければ表面積が小さくなると。はい、その効果は、要するにポピュレーションの観点が抜けてますよね。のそのボイド その表面積のところはですね、ガス放出係数の中で、組み込まれております。で詳細は論文の方に譲りますけれども、表現としてボイド率は項の外に出てきているんですけれども、そこのところに気相の断面率って気相断面積って書いてあるんですよね。その下の SG の話、はい、あれはだから地層の断面積ですから、そうですね、はい、直径が違うと違いますよね。うん、同じボイド率でも、はい、断面は小さくても横に長いの縦方向に長いとか、そういう非常に複雑な状況があると思うんですけど、それを一つの係数でパンとこう切ってるっていうのは、だってまあなんか分布を取っていて、まあ、これで代表できますよっていうようなことがあるのかどうなのか、休憩で大体休憩でやるんだと思うんです。でもそれでもポピュレーションというか気泡系分布は考えてないですね。そうですね、今回の、モデル上は考慮していないというのが答えになります。そのガス放出係数もだからその辺もそういう意味でも違ってくるわけですよね。はい、うん、はい、まあまあそこはじゃあまあ何かそういう形で一応バルクトのモデルは入っているということです。それからちょっと一つだけ違ったデータが出てたっていうのが18ページですかね。これは遷移条件っていうふうに言われてましたけど、何かそれを裏付けるような何かいくつか計算をしてみて、こうちょうどこう遷移のところに来るからこれは遷移の条件だと、これが8ページでしたっけね。すいません、マイクを使ってください。BWR 環境との応力諸化例の研究は、まあ、随分前からたくさん行われてまして、その中で最初に申し上げましたかと思うんですけど、マイナス230ミリボルトぐらい以下に電位が下がると応力諸化例ぐっと抑制できるっていう報告がたくさんありまして、でその関係で溶存酸素濃度によって腐食電位がどういう変化をするかということを調べた研究例がいくつかあります。それによりますと、ちょっと記憶になりますけど、酸素濃度で 10ppb から 100ppb ぐらいの間で、マイナス 500mV ぐらいからプラスの 100mV 近くぐらいので急激にこう変わるんです。でしかもですね、その領域っていうのは流速とかですね、他の要因も非常に影響を受けやすくてですね、実験をやりますとよくばらつくんですね。そういった領域にもなってます、うん、だけれどもこの ECP 解析コードではそういうのも含めてある程度その予測をしなきゃいけないわけなんですよね。おっしゃるです、はい、そうするとこれ1個だけポンと出てるけど他は回ってるからいいやっていうんじゃなくて、本当はこれがやっぱりこれもその条件では入ってこない乗ってこなきゃいけないわけですよね。おっしゃる通りです。ですからちょっと私最初にこの点は注意しなきゃいけませんということを申し上げたんですけど、まさにそういう意味で規制判断にこれ使おうとするとこういう結果ではダメで、モデルの方を
多分あの道を分岐曲線を変えないといけないと思うんですけど、少しこうずらすことによってこの辺で、どっちかというと実測値よりも高い側に予測するような、モデルにしていかないといけないだろうというふうに思っています。私後で聞こうと思う、それがやっぱり安全側の判断としては高い側に評価するというのが安全サイドという。わかりました。私はちょっともうあと2つがあるんですけど申し訳ない、あのえっ、ー、とですね、なんだっけな、あこれはそういった、あの11ページのあの1点ですね、あの ECP の計算で、あのニッケルフェライト酸、これなんですなんかちょっと名前わかりませんけど、まあ、そんなところを予測できたっていう、これ1点だけですかね、これ何点かこうやってその例を、これ11ページの図なんですけど、うん、ですね、あの試験編は4個使いまして、はい、で1個について3箇所ずつ測定をしております。それでこれこの点は そういうことなんですか。そうです。で全部の点であのここにあります、ニッケルフェライトですか、 NIFE2O4 というのを検出しております。はい、そうですか、はい、分かりました。あの、最後にですね、あのまとめのところで、あのちょっと言われたようにこういうコードはいっぱいあるんだと、でも、まあ、公開で非公開だから、まあ、自分たちで構築してあの、まあ、あの中身をそのちゃんと把握したいということだとそうです。で、あの作られたコードで実際に今すでにアベイラブルなコードと同じ条件で比較したとき、このコードはどういう位置づけになるんですか。どういう位置づけっていう、比較されたことあります。だから同じ条件で既存のコードと、まあ、既存のコードができる範囲で、このコードももちろんできる範囲で、あの比較してどれぐらい従来コードとのその例えばターゲット値があったとしたときに予測精度が上がってきたのかっていうか、あるいは同じぐらいなのか、あるいはまだまだ何かしなきゃいけないことがあるのかっていう、そういう意味ですか。ですね、あまりたくさんは例はないんですけれども、あの文献で公開されている範囲で、あの水質条件とそれから ECP を測定した結果が文献でいくつか報告されているのがありましたの で、その文献と同じ条件を入力をしまして、比較をしました。で、まあ、その結果それほど大きな違いはないなという感じですね。ほぼ程度、はい。まあ、どのぐらい違うかというと難しいんですけど、まあ、プライマイ100ミリボルトの違いはなかったかなというふうに記憶してますけども。全く感覚なんですよ。それは、ほとんど合ってるっていうんですか。あの少なくとも多くの文献では大体、まあ、プラマイ100ミリボルトぐらいなら、合ってるというふうになろうというのが、まあ、学会の評価というふうに聞いてます。他にございますでしょうか。あ、じゃあトゥルダ委員お願いします。解析コードの妥当性の確認という中で流速をあの、いくつか設定されているんですが、スライド7ページだと BWR の場合 0.01 メートル毎秒なんですが、9番の方で見ると倍の流速になってるんですが、これなんで倍にされたかっていうのは分かりますか。 0.02 メートル毎秒ですね。7番と9番な、スライド7番と9番で流速条件が倍になってるんですか。あと違ってる理由、あ、ですね、簡単に言いますと、あの試験装置の都合で、まあ、季節の試験装置を活用してますので、あのオートクレーブの中で測定をやりますので、大体そのオートクレーブの能力でもって流速が決まってしまいますので、まあ、その中で測定したということがまあ実際であります。で、意図的にあのかなり速い流速っていうことも考えたんですけども、かなりあの流速を上げるっていうのは非常に費用をたくさんかかりましてですね、あまり大きな流速はちょっと望めなかったということです。あの9ページの方は、あのこれはあの春電炉で実際に照射をした時の、まあ、リグの設計が、まあ、こういう流速だったということで、まあ、こういう流速になっています。ちょっとあの
BWR の場合と PWR の場合かなり流速が変わってますけれども、まあ、たまたま電位を測定したところの、まあ、線流速はこのぐらいだったということで、まあ、その値を使わせていただいているということでございます。でこれ もし腐食で金属表面の話をするんであれば、流れの方向に対して試験片がこう、まあ、淀み幹みたいに置いてあるのか、あるいは平板みたいに置いてあるかによると思うんですが、もし平板に置いたとすると、その先端から後ろに向かって境界層の厚みが当然違ってきますから、その腐食の進行先の方が激しくて後ろの方が緩やかになるというふうになると思うんですが、この場合サンプルはどういうふうに置かれてるんですか？ですね、春電炉の場合は流れの方向に対して測定面が平行になるような方向に置いてあります。それから、オートクレーブの場合はちょっと流速が非常に遅いので、あまり適当ではないかもしれませんけども、試験片は縦に置いてこの面を測定するっていうようなやり方になってます。ですから、その平板で置いたんだとすると、先端からの距離によって境界線の厚みが違ってくるので、流速が違ったとしても測定する位置をそれに応じて合わせてやれば、ほぼ同じような境界層厚みの条件で測定になると思うんですが、この測定点は測定点というか、これも全体、面全体を平均したような測定になってるんですか？この、そうですね、試験片に対してちょっと正確な数字ではないんですけど、10ミリとか20ミリとか離れたところに参照電極の先端が来ておりますので、あんまりローカルなところの測定ではないと思います。まあ、これ実例との対比をするわけなので、そのあまりその細かなこと、センサーの多分大きさもあるので、そのある程度マクロ的な扱いでやむを得ないと思うんですが、その腐食が起きるのが先端部分みたいなところの腐食が割れとかがですね、問題なのか、あるいはその部材の真ん中あたりに出てくるとか、あるいはその、面として見て割れが問題なのか、そこらによってそのどういう測定がその妥当かということが出てくると思うんですよね。だから、まあ、これそういう細かなことは多分実務をやってる方が一番よくご存知だと思うので、事業者が今後こういうのを出してきたときは、どういう割れを、現場の割れを想定してこういう方法を、例えばその割れの評価に使ってるかというような、一応聞き取りをしてからこのデータでこう整理された方がいいと思います。はい、以上です。分かりました。はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか？じゃあ田中委員お願いします。はい、少し何点か、私もちょっとあんまり専門じゃないのであれなんですけども、一つは、先ほどのECP 解析コードで、酸素濃度が 20ppb と合わないので、今後モデルを改良しなきゃいけないという話があったと思うんですが、例えば9ページの BWR の、 その解析モデルだと、これは、ほぼ一次元的なモデルだと思うんですけども、実際には先ほどから出ているように、流体の境界層があったりして、流れ場が二次元だったり三次元だったりするんですけども、そのあたりを今後はどういう形で考慮して、その高精度にするっていうのは、3次元で解析することが必ずしも必要じゃないとは思うんですね。その保守的にという意味で何らかのこうパラメータを入れたり安全係数入れたりとかっていうアプローチでいくのか、もうちょっとこうモデルを改良して良くするのか、2次元3次元にしていくのかっていう方向はどちらで考えてられるのかっていうところ、いかがでしょう？おっしゃる通り、理想はやはり3次元モデルでですね、流動状態の影響も受けますので、流動状態は3次元モデルでやらないと、部分的にはどうなっているかというのは分からないんで、理想的にはそうだと思います。ただちょっと私の規制庁の立場で考えますとですね、そこまで本当に必要かどうかということがあるかと思います。ですから、むしろポイントポイントで、あるいは特徴のあるようなところで、少なくとも定性的にこういう方向に動いているということがですね、確信を持って確認できるような、そういったものを持っていればですね、
まあ、必要最小限は、まあ、そのレベルではいいんじゃないかというふうに思っています。ですから今のモデルをまあ、3次元のモデルに発展させるとかっていうことに関してはですね、今のところそういうニーズはちょっと感じていないという状況です。メーカーさんとか電力さんはそういう方向向かってるんではないかなというふうに思いますけれども、先ほどのそのこの合わない 20ppb のところはそこはそのモデル、詳細モデルをしなくてもここは合う方向に改良モデルの修正でできるんじゃないかという感じでよろしいですか。そうですね、これは1次元で考えても大丈夫だと。大丈夫と思います。あとはですね、亜鉛の注入の話で、これは他に副作用みたいなのはないのかなっていうのがちょっと気になるんですけども、まあ、亀裂進展の話はチェックされてるんですけども、それ以外に、まあ、落とし穴みたいなのが本当にないのかなっていうところ、例えば水素を注入すると、まあ、水素が気体がよどん集まってなんか着火したりで配管破断したりするような悪影響が、まあ、予想しないところに出てきたりするんですけど、亜鉛の場合は何かそういう副次的な他の悪影響っていうのは考えられないんでしょうか。ですね、今のところですね、悪影響、他の悪影響っていうのは、まあ、考えてはいません。この話だと亜鉛がまあ先にこう、流出して付着するみたいな話だったと思うんですけども、まあ、表面に亜鉛が全部付着したときに本当に、まあ、大丈夫かどうかとか、そういうところは亀裂以外のところでですね、いかがでしょう。今のところですね、亜鉛を注入したことによってなんか不具合が起きたとかっていうような情報は、入ってきていないので、おそらくそんな大きなのはないんではないかなというふうには思ってますけれども、ただ比較的新しい技術ではありますので、注目はしていかなきゃいけない、まあ、その注目していかなきゃいけないという、まあ、一例で言って今回その、まあ、進展速度に与える影響というのを、まあ、確認したということなんですけど、言い換えると亜鉛メッキをしているような感じになるわけですよね。いや、そんなにはそんなにはつかないんですか。普通の鉄酸化物が、まあ、主体のところで、その鉄の一部が亜鉛に置き換わるというだけというような格好で、比率でいうと鉄の1割とかですね、それぐらいがこう肺に置き換わるぐらいだという。あと最後にちょっとあまり研究の内容の方とは関係ないんですけども、この事後評最初に送っていただいた先に送っていただいた事後評価調査表の成果の公開のところがこう全部なしになってまして、ちょっと先ほどからこの辺の分野はコードはあまりこう公開しなくて、メーカーも公開しないということなんで、こうそういう方向で、まあ、あまり公開しないのっていうのなのか、ちょっとこの辺できれば、まあ、こういう情報は皆さんにこう公開して他のメーカーにも参考にしていただいたりとかですね、そういう方がいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、計画が途中でなんか先ほどのお話だと、まあ、途中で終わってしまったというところも、まあ、影響しているのかなと思うんですけど。正直なところですね、3月末ギリギリにまとまりましてですね、まだ外部に発表するタイミングを得ていないというのが正直なところです。ご指摘いただきましたように、機会があれば、公表するようにしていきたいというふうに考えています。じゃあ他に、はい、じゃあクルギーお願いします。ですね、ちょっと教えていただいて、12ページの、PWSCC の亀裂進展速度が水素の平行水素濃度このピークを持つという話があって、それでなんか濃度をなんか上げるか下げるかどっちかした方がいいとかなんとかいう話だで、この付属の資料、補足資料16ページ見たら、なんかピークがそのものによって違ってるように思うんですけど、北三角のやつは5cc パーキログラムのところにピークがあって、その他のものは 10cc パーキログラムのところにピークがあるというふうなことなので、一概にこの水素濃度をこう振ってもですね、ものによって違うのかななんていうちょっと思ったんですけど。
はい、このデータは確かにそういうことを示しております。で、他の研究なんかも総合しますとですね、現れるピークがですね、どうも試験温度で少し変わってきてるんではないかということが言われています。320°C であるとこのピークが、まあ、ここのあたりですかね、 10ppb ぐらいに出るんですけど、もっと温度を上げると、高い側にこのピークがずれていくっていうようなことも言われておりましてですね、ただいずれにしろこれでいうと 5ppb 以下ぐらいのところまで、まあ、日本はどうもその 5ppb 以下ぐらいに下げたいっていうふうに、米国は逆にもっと、高い方で安定させたいというような検討。メカニズムが分かっていればどっちかできると思うんですけど、これなぜこうなるんですか。理由はよく分かっておりませんで、ただ今までの研究例からするとどうもこのピークっていうのは先ほど出ましたデニピエチで出て出ましたニッケルとですね、NIO ニッケルの酸化物のその、境界安定領域の境界線あたりになると非常に SCC が起こりやすいというふうに言われてましてですね、ちょうどその境界領域が熱逆転計算すると温度によってずれてくると。で、先ほど言いました、ピークが、温度高い方が、水素の高い側にずれていくっていうのはそれとどうも合ってるので、まあ、多分そういうことではないかというふうに言われてます。ただ今回のあれで分かったのはECP の変化それほどではないんですけれども、応力下がりの特性が、まあ、変わるとするとですね、BWR の場合と違って ECP を指標にして応力下がりの議論はちょっとできないかもしれないなというふうには思ってます。その辺やっぱりメカニズムがもう一つもう一歩踏み込まないとですね、分かったことにならないんじゃないかなというふうに感じてます。どうも。それで隣の絵ですけど、これちょっとよく分からない、 DH って多分配管直径ですよね。DH ってこれ何ですかね、これ DH。これは溶存水素です。溶存水素。デショルブハイドロジェン。濃度が低いのと高いのとっていうことですか。あ、だから高い方がバーンと上がってる。そうですね。はい、そういう。じゃあメカニズム自体についてはこれ、まあ、これからっていうか全体、まあ、その分野の全体のあれなんていうかね、まあ、さらに研究を進めなければちょっとこの辺については何ともまだ言えないと。まあ、少なくとも低い方に抑えている分には、まあ、大丈夫そうだという。そうですね、こういった実験の積み重ねで今のところ、まあ、そういう方向が出ているという。これちなみに温度が書いてないんですけど、これは何度の時のやつだ。これは何だったかな、ちょっと今ちょっと手元に資料がありませんので、もしあれでしたらと確認をしてちょっとご自身ご連絡。ちょっと興味があるんで、これ温度でどういうふうに動いていくのかなっていうのもしデータがあったら教えていただけるとありがたいです。じゃあ後日、はいはい、よろしくお願いします。連絡いたします。他にございますでしょうか。じゃあ鶴田委員お願いします。11ページの スライドで、まあ、フェライトができるという話があったんですが、まあ、このグラフをちょっと見てて、ステンレスの場合ですね、ステンレスの場合は表面に酸化物層がついているわけで、それで安定化しているわけですが、もしその、まあ、運転条件によってその生成するものが、ステンレスの表面の酸化物が不安定化する条件であれば、ステンレスを使ったとしても意味がない。その温度条件によって変わったときに、ステンレスの酸化被膜の安定生成条件じゃないところがもし出てくれば、そこは当然ステンレスとしての機能を果たさなくなるのでダメだっていうのは分かるはずなんですが、プラントメーカーさんそこら辺はご存知ですよね。いや、ちょっとプラントメーカーさんがというか、事業者も、まあ事業者ですけど、もし変わるんだとすると、ステンレスを部材として使ってたとしても、ステンレスは表面の酸化被膜が安定だから鉄よりも耐食性があるんですね。とこれを見で、さっきお話があったように温度が変わったら領域変わりますよ ということは、ステンレスを使ってるから
原子炉内でこの部材は健全ですというロジックは通用しませんということなんですよね。だからそこは非常に重要だと思うんですよ。この条件で大丈夫だという根拠があるんですかと。このデータを持ってるんだったらそういう主張はできませんよねというね、非常にいいデータだと思いますから、まあ、公表されるときはやっぱそういう安定な領域、酸化被膜が安定な領域に限界があるんだと。だからその限界を超えているところはどこかをちゃんと特定してくださいっていうのは事業者さんに指導するのが非常にいいデータだと思います。それからもう一つは、もしそのこの電位が変わったとすると、例えば FE2 プラスのエリアにどっかがなってて、で別のところでこれ例えばあの酸化物フェライトの FE2O3 みたいな、あんま酸化物になったとすると、一方でどんどん溶けて一方ではどんどん酸化物ができる。何を意味するかというと、ある領域では原肉が起きて液中で酸化されて固体粒子が生成すると、それを中をぐるぐる回していると結局ステンレスがあろうが何があろうが削られちゃうと。だからそういう領域が中にあったらそのプラント持たないんですよね。あの美浜産業が破れた時にこう現場行ってこう足元見るとこう酸化物がダーッと流れた跡があるんですよね。ということは磨き粉を入れてこうぐるぐるプラントなんかを回してるので、こういうことやったってそれでこうゴシゴシ削るから、表面いくらやったってそれ、それはあのコロージョンエンハンストエロージョンっていう、そうです、そういうことを結局起こすあの原因になるってことがこれで分かりますから、やっぱりその基礎的に、まあ、このままというほどその慣れてないと分からないんですが、そのこの資料をもとにやっぱり解説としてそういう視点で見てくださいという指導ガイドラインというかマニュアルみたいなもの、あるいはまあ何ならその原子力工学科に行かれて、まあ今ないんですかそういう学科はね、でもそこに行かれてやはりこういう現象があるから、プラントの特に熱水っていうのは金属を溶かす、高温だったら溶けるんですよと。で空気中、あ、じゃあ水中にもし酸素があって、どっかで酸化物があれば酸化物が生成しますから、これ硬かったらもうこれ磨き粉になるんですよ。だからこういう領域がループの中にあれば、そのプラントは寿命は短くなりますよと。そういうのをやっぱりこう、大学とかあるいはその企業さんの講習会とか、あのプラントメーカーとかそういうところでこうきちっと説明されて、でどこの領域がこれに入るかっていうのをちゃんと把握されるようにすれば、多分プラント の安全運転非常に重要だと思いますから、こういう基礎的な実験をされて、その次 その、まあ、解説資料みたいなのも今後作っていただきたいと思います。以上です。はい、あのご指摘ありがとうございます。私どもあの業務の一つで、あの事業者が貢献化技術評価ってなってまして、でその内容を私ども確認をするんですけれども、まあ、あの先生おっしゃったようにですね、まさにこういう現象があるので、あのメカニズムが一つは大事ですよということと、それと今大丈夫だから次も大丈夫と言えない部分があるの でそういった目で見ていかなきゃいけませんよということを、あの我々自身が理解しながら、あの事業者が取っている保全の内容をチェックしていくというような、そういうあの活用の仕方をまさに考えています。ですから、まあ、今あの先生がおっしゃったようにですね、ちょっとあの内部 あの資料としてこういう場合もあるので、こういうことに気をつけるべきですよというような形の活用の仕方が、まあ、そういうことが、まあ、必要だろうというふうに感じております。ありがとうございました。じゃあ国議員お願いします。ちょっともう一つ、あのこれあの実験 もうプロット1個ポチンポチンって打ってやってですね、まあ、計算の方も、まあ、どうなったか分かんないんですけど、なんか、のそれぞれにですねアンサートゥンティーがあるわけで、この絵を出すときに幅があるんじゃないかなと、誤差幅っていうんですかね、確からしさっていうかね、であのさっきもちょっと言ってプラスマイナス100ミリボルトが合ってるかどうかっていう話なんですけど、要するにどれぐらいのものの見方で 見たらこれはまあこう評価できる、これ評価手法ですよね。だからなんか指針をですね、なんかはっきりしてした方がいいんじゃないかな、評価の基準を明確にするっていうことですかね、できれば数値的に明らかにした方がいいと思う、幅にしてもその誤差のどれだけかということにしてますね。高度側にももちろん、
まあ、我々と、まあ、田中先生は詳しいんですけど V&V っていうあの、とかやっておられます、今進んでますので原子力の分野では、まあ、そこではやっぱり、高度側のアンサートゥンティとか誤差とそれから実験の方のから出てくるアンサートゥンティというか誤差とかですね、実験誤差それも含めてですね全体を評価しようということになってますので、まあ、そういうふうな観点であのやっぱり高度とか指標とかが作られるときにですねあの考えていくべきじゃないかなというふうに考えてますけど。はい、ありがとうございます。今回の場合はちょっとあらかじめそういう基準を設けませんでした。それで、まあ、データをまとめる段階で改めてその調べてみますと、どうもまあ学会ではそのぐらいの判断基準、まあ、どっかにその明確な基準があるわけではないんですけれども、まあ、大体プラマイ100ミリボルトぐらいに入っていればいいんじゃないかというようなことになっているよということだったんで、まあまあ、それで照らせばこのぐらいの差であれば、まあ、なんとか予測できているというふうに言えるのかなというふうに、まあ、判断したということですけれども、今後こういったの解析と実験、まあ、どちらもですね1点ポッと数値が出てくるので実験を何度も繰り返せばこう出てくるんですけども、今後はやっぱりちょっとそういう目標も立ててこういうことは計画始めからですね計画するべきかなというふうに感じました。おそらくそのデータ不足でそういうことだと思いますけど、やっぱり外から見ているとなぜ100プラマイ100ミリボルトがその業界で認定されているのかっていう論理的な根拠がですね明確であればみんな納得すると思うんですよね。だからやっぱり そういうことを言う以上これで一人歩きしていっちゃいますから、その一人歩きさせないためにはやっぱりその置いた基準の、論理的な根拠をもう根拠を論理的に示すんですよね。そういうことがやっぱり重要じゃないかと思いますので、ぜひ ご検討していただければありがたいと思います。はい、承知いたしました。ありがとうございます。他にございますでしょうか。あ、じゃあ鶴田委員お願いします。解析コードをいろいろやっていただいている中でちょっと気になったのが、まあ、PWR は沸騰しないんでいいんですが BWR の場合は沸騰するのでその液面付近では中に溶けてた金属が結局蒸発せずに、蒸発が盛んなところではどうしてもその濃度が上がるような不均一が出ると思うんですが、これはそういう効果は特に考えていらっしゃる。考慮できていません、はい、で特にその沸騰しているところで何かこういう問題が起きては来ないんですか。沸騰で過去の要するに運転の経験で沸騰している領域で何か得意な腐食とか割れとか炉心の中の沸騰領域はですね主に燃料集合体でして、構造部材としては存在しないんですよね。で構造部材で、沸騰っていうか沸騰はしてないんですけど、まだ気泡が残っていて、二層領域になるのは BWR で言いますと上部鉱子板が、まあ、そうかなというふうに思いますけども、まあ、上部鉱子板自身は、まあ、腐食環境に されてますので腐食はしますけれども、応力腐食割れとかそういったことはちょっと考えにくい場所ではあります。ですからそこの部分の ECP を厳密に評価をするというニーズは、まあ、あんまりないのかもしれません、ね、ただ沸騰する境界のところで多分濃度が変化するとかということはですね、構造材料よりもむしろ燃料集合体の材料の方の特性に影響を与えるかもしれません。そちらの分野では、おそらくそういった研究もなされているんではないかというふうに思いますけど、ね、でPWR の場合は炉水に、ヒドラジンかなんか入れてましたよね。違いましたっけ。 PWR の場合ヒドラジンかなんか入れてませんでしたっけ。二次系の方ですか、はい、でこれは二次系に関しては特に炉心だけを想定されてるんでしたっけ。一次系の冷却水を二次系の方の話は一応考えてないと、はいはい、でそうすると一次系二次系の熱交換器のところは両方、要するに P の場合の熱交換器ですね、一次系と二次系の熱交換器のところはそれはもう一次系の方の腐食だけでよくて二次系の方はあまり関係ないと。
いや、あの二次系の方もやはり腐食対策がありまして、で、あの二次系側に適した水処理をあの実際のプラントではやられているというふうに理解しております。でこちらその二次系側の割れというのはここには一応対象には入れてないということですか。はい、あのこの研究では一次系を想定して一次系だけですね、はい、分かりました。他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。事後評価の対象となる安全研究プロジェクトの成果の説明は以上です。全体を通して何かコメントはございますでしょうか。はい、じゃあ鶴田委員お願いします。まあ、あのこの、まあ、純水とはいえその水っていうのは鉄金属特に鉄系の材料を溶かすっていうのは非常に、厄介な問題でして、でなおかつその酸素が入っていれば酸化も起きると、そういう非常にこう複雑な系でやっておられて、しかも温度差があって流速がこう変わってくると非常に厄介な、まあ、なんですが、これ実プラントで動いている以上はちゃんとこう扱わなきゃいけないと。で、まあ、その、まあ、事業者としては単に温度とか流速とか管理値でいくらですというのしかまとめないんですが、やはりこう、まあ、これからまあ、古いプランターをやめて新しいのを作るということになるのかもしれませんが、やはりこう時間が経って運転していったときに、あのもともと予測してここら辺が危ないかもしれないって予測しながらこう検査をするのと、マニュアル通りこうやってて大丈夫ですってやってて、ある日突然割れましたっていうのではこれちょっと、まあ、技術としてはどうかっていうことがありますので、こういう研究をされるときにはその先ほども申し上げたようにどの場所が一番弱くなりそうかと、そういうことをこうちょっとまとめていただいて、事業者にそういうところ目で見てもらうようなそういう何ていうか情報の活用というのを考えていただくと、単なる規制ではなくてそのなぜ点検とかあの見直しとか、あるいはその点検箇所あの間に合わなくても時々こう何箇所かサンプリングで見てもらうという確認をこうまあ啓蒙というか、まあ、注意喚起というのを、まあ、行政側としてはやっていただくのが非常にいいかと思います。あとからもう一つはそのやっぱりこう物質移動とか熱の移動というのが同時に起きてますので、まあ、今回はまあちょっといろんな事情で短縮されたんですが、やはり熱と物質移動からあと、まあ酸化反応みたいなのをこう複雑な現象ですから、やっぱりそういう複雑な現象をちゃんと扱えるような研究部門、あるいはその現象をちゃんと把握している研究者をこう、まあ、ちょっと長期間かけてこう、まあ、大学も含めてですけど養成していただいて、で単にマニュアルに頼ってやるんじゃなくて、物理現象とか化学現象をちゃんとこう理解した上でどういうその対策とか監視が有効なのか、そういうのをこうまあ、ボトムアップというかそういうのをこう下げレベルが下がっていかないようにやっていくのが一番その法案としてはあの有効だと思いますので、まあ、地道な研究でなかなかその評価をなんてこういうのは難しいんですが、あの特に研究部門の方にその継続的にこういう努力をやっていただくようにあの協力をしていただきたいと思います。以上でございます。他にございますでしょうか。じゃあ国議員お願いします。まあ、先ほどもなんかあのこういう分野はニーズがだんだん なくなってきてっていうような話がありましたし、今あの鶴田先生の話もありますように、あのやっぱりあのせっかくお金をかけてあの一応整備してでここまで来たんだから、もうこれをあのこれで終わるんじゃなくて、どうやってこの高度を維持あるいは高度化していくかっていう道筋ですね、からあのまあ、できたら公開コードとしてあのみんなにこうなんていうか基準も先ほどの基準も含めてあなるほどなと言ってもらえるようなあのやっぱり国としてこうそういうふうなことをオープンにやって進めていきたい言ってほしいと、まあ、基礎的な研究ですけど、あの本当に大学に先ほど鶴田先生の話大学にいると思うんですよね、そういう人たちも。だからもっとこうエンカレッジして少ない費用でね、よっぽど少ない費用であの相当な仕事ができると思うので、うまくリードしてあげればですね、あのぜひそういうふうに進めていただきたいと思います。他にございますでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは最初に連絡させていただいた通り、コメントシートの電子媒体を折ってお送りしますので、1週間程度を目安に事務局までご返信いただければと存じます。それでは第2回プラント安全技術検討会を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。